トット・ヘルトンは一塁手として最多4回シルバースラッガー賞を受賞した。シルバースラッガー賞はナショナルリーグ・アメリカンリーグの各リーグからその年のシーズンで最も打撃に優れていた選手が各ポジション1人ずつ計9人が各チームの監督、コーチの投票によって選出される。指名打者制を採用しているアメリカンリーグは投手の代わりに指名打者が選ばれる。 1980年、ケンタッキー州、ルイビルのバットメーカーであるヒラリッチブラズビー社が表彰を始める。名称は、自社商品である、ルイビルスラッガーから取られた。受賞者に贈られるトロフィーは高さ3フィートである。一類種としてのシルバースラッガー賞の受賞回数は、2000年から2003年にかけて4年連続で受賞したコロライドロッキーズのトッド・ヘルトンと2004年、 2008年から2010年の4回受賞したアルバート・プ・ホルスト。2013年、2015年、2017年から2018年の4回受賞したアリゾナダイヤモンドバックスのポール・ゴールド・シュミットが咲いた。アリーグでは5選手が3回受賞している。セシル・クーパー、ドン・マッティングリー、カルロス・デルガド、マーク・テ・シェイラ、ミゲル・カブレラ。ナリーグでは2選手が3回受賞している。 ジェフ・バグワル。フレッド・マクリフは1993年にサンディエゴ・パドレスとアトランタ・ブレーブスの両チームで打率。291.37本塁が101打点を記録し選出された。親子での受賞はセシル・フィルダーとプリンス・フィルダーの一組である。セシルはアリーグで1990年と1991年の2回。 プリンスはナリーグで2007年と2011年、アリーグで2012年の3回受賞している。一類種のシルバーアスラッガー賞受賞者のシーズン記録では、打率はトッド・ヘルトンの372が最高。アリーグではフランク・トーマスの打率353が最高である。出塁率はジェイソン・ジアンビの477が最高である。 1998年にマーク・マグワヤが本類打と、長打率は両リーグで最高、出塁率で、ナリーグ最高を記録。1996年にアリーグのオークランドアスレチックスで52本類打、長打率。730。1998年にな、リーグのセントルイス・カージナルスで70本類打、長打率。753、出塁率。 四百七十を記録。七十本塁打は、当時のメジャーシーズン最多本塁打記録となった。打点は、ライアン・ハワードの百四十九打点が最多。アリーグでは、ドン・マッティングリーとカルロス・デルガドの百四十五打点が、最多である。二千九年の受賞者、マーク・テシェイラ。二千六年と二千八年の受賞者、ジャスティン・モルノー、アルバート・プホルスは、一類手として二千四年。 2008年、2009年の3回受賞しているほか他のポジションで2回受賞している。2007年受賞者のプリンスフィルダー。16年前には父のセシルフィルダーも一類手として受賞している。ありがとうございます。